ボールです。今日は渋谷にやってきましたよ。渋谷でご飯いっぱい食べていきたいと思います。お願いしますね。渋谷でご飯食べるんですか？はい。どういうことですか？はい、近くないですか？絵の暴力です。どういうことですか？絵の暴力ってそんなに見てるだけで危ないですかこれ？はい、普通でしょ。いや入ってなんすか？普通でしょ。なんなんだよこのカメラマンとは。仲良くなれんな。どうやって食べるんですか？はい、何で食べる？はい、見たらわかるでしょう。えこの街おかずがいっぱい歩いてるでしょうが。おかずが歩いてる。何回このセリフ言わせるんだよもう。初見の人のために。そういう事情を言うんじゃないよ。あれ？え？あれおかずじゃないですか？え？あれおかずじゃないですか？ノースリーブ！ノースリーブ！ノースリーブ！ちょっと待ってください。何おかずに食べてるんですか？ノースリーブ。ノースリーブ RC プレスがやってきましたよ。今日はノースリーブがいっぱいそうだな。まあ、暑いですからね。これご飯を5杯ぐらいいっちゃっていいっすか今日。え、何で行くんですか？ノースリーブ。ノースリーブおばちゃんいましたけど、それではちょっと食べてるのやめてきますね。選ぶんじゃないよ。ノースリーブ巨乳。ノースリーブ巨乳。ノースリーブが止まらない。ノースリーブが止まりません。誰か止めてください。お母さん僕おかしくなってそう。何いましたよ、いましたよ。ノースリーブ。やべえ人だよ。やべえやつだよ。いや怒られますよ。ハンスリーブ。次のノースリーブ見つけてる。やばい、見つけた。え？どうしたんですか？どうしました？夏に見られました。もうこれ。蹴りが早い。やばいっすね。海外ノースリーブー。あれ、はい、どうしたんですか？いや、あんまり海外ノースリーブは私好みではなかったので和のノースリーブが好きなので。和のノースリーブー。ノースリーブ男子。ノースリーブ男子。ノースリーブ男子。完食。いや最後の何。あざといあざとい。編集でどうにでもなるよな。次回はあなたの村に行ってね、ちょっとおばあちゃんノースリーブ、おじいちゃんノースリーブでね食べてみたいので、ぜひとも89歳の女子、今すぐダイエーでノースリーブを買いなさい。はい、今すぐ1キュッパのノースリーブを今すぐ買いに行きなさい。個人服売り場の今すぐ。長いな。こういうのってパッと言って終わるやつじゃないですか。はい、欲しがっちゃうから。